はい、ということで、また新しいゲーム、箱ボーイ&箱ガール、これをやっていこうかなと思います。はい、また、一人旅でずっと一人でやります。見たところはあのパズルゲームなんで、ギャンブできるんだよね。ここだし、ああ、一つ分の箱を出せるってこと、箱消し、箱消しっていうのがよくわかるけど、行きましょうか。ああ、なんだ、教えてくれるのか。 B でジャンプ、出せる箱一つ、頭の回転が遅いんで、この最短でいけるとかね、こんなの難しくて要せんので、とりあえず普通にやって楽しんでいきましょうか。そんなに考えることはないはず。 L と R を押すとやり直しできます。素晴らしい。方向によってはまたこう違ってくるってこと、これ。これをほら、縦にして。なんか、なるほど。ああ、面白い。これは、降りてしまったら、降りてしまったら足場がないから、ちょっと、そういうことか。ヒントは大丈夫やな。ヒントは今のところは。
引っかかってたらブロックが落ちるっていうことなんでしょうね、これ。ああ、これ面白いわ。あと苦労しそうだな。これは4つか。3つでいいのかな。これをこれを投げて、あ、2つでよかったな。ああ1つでもいいかもしれんな。ジャンプあ無理か。しとこうか。これちょっと怖いな。おお、いい感じだ。これでこれを3つかな。3つにして、あ、これどうなのかな。これどうだろう。ちょっと分からん。こんな平和そうなゲームやのに。
わずに行きたいかな。しばらくこれ行ってみようか。箱だけじゃなくてこのね、新しいこのスイッチとかこういう要素がまた難しいな。これは難しい。
猫。猫か。猫か。とりあえず。こういうことね。あは。
ってても動いてくれるんよね。なんか 半分引っかかるっていうか。当たってないけど、それでも OK なのか。ひたすら難しくなるんだと思うんだけども、まあいけるとこまでやってみましょうか。まあ長くなるとは思うんで、今回はもうこれで終わっておこうかなと思います。ではありがとうございました。